そう、恐ろしい悪魔の一言をですね、言われてなんかこうフリーズするっていう。でもそんなもう無視しても。どうも、ゴルフレッスンプロの菅原大地です。ということで、今日はとあるホテルから撮影をしております。っていう感じで、こんなラフな格好で今日はオフモードで喋っていこうかなと思ってるんですけど、でこれはまあ前回のその動画でもですね言ったんですけど、上達するためのまあ考え方っていうのと、こう反省会っていうのは結構たらればとか言ったりするのね、私は大事じゃないかなと思っておりますんで、同じような場面になった時に同じようなミスをねしないように、同じジャッジをね間違ったこの判断をしないようにっていうことで大事かなと思っておりますんで、早速ですね、そのとあることについて喋っていきたいと思うんですが、まあ、今日はもう10月の中旬でですね、まあ、試合からは1ヶ月以上経ってるんですが、全ホールのまあスコアはですねはっきり覚えていて、まあ、スコアだけ申し上げますと、10番からスタートしてボギー、バーディー、ダブルパー、パー、バーディー、パ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 ーっていうね感じで、後半の、アウトコースですね、1番からダブルボギー、パー、パー、パー、ダボー、パー、パー、ボギー、トリプルボギーっていう、合計83っていうね数字を打ったんですけど、今のように私があのスコアをですね覚えていられるっていうのは、結構そのゴルフのことに関してはですね、映像がですね頭の中にこうインプットされているので、どうやって思い出したかっていうと、1番ホールのこうロケーション景色からですね、こう早送りで空をコースを飛んでいくみたいな、そんなイメージですかね。結構俯瞰して映像としてなんかインプットされてるんで、自分が打ってるこうシーンを夢を見てるみたいな感じなんですけど、自分が打ってるシーンをこの目線でこう覚えてるっていうよりかは、自分が打ってるそのさらに上から見ているっていうような感じの映像で頭の中に入っているんで、こう1番から辿っていくと割とこう思い出せるみたいな。急に何番ホールでどうだったみたいな言われてもパンってすぐ思い浮かばなくて、その前後から思い出して、ここがこうだったからそこからこう行って次こう行ってみたいな感じで映像がね思い出せるっていう、まあそのゴルフのことに関しては覚えていられるんですけどね、他のことに関してはまあ覚えていられないっていうね、他でももっと使えたらね、素晴らしいんですが、まあ、ということで早速その2日目のですね、その出だしの3番ホールのダブルパーっていうね事件が起きたことについて語っていきたいと思うんですが、これはですね、打ち上げの左ドッグレッグのミドルホールなんですね。左にこう約90度くらい曲がっていく、約400ヤードくらいの、ミドルホールなんですけど、ティーショットをですね、左にちょっとフックして曲げてしまって、松林の中に入れてしまったんですね。で、その大会はレーダーが使って OK だったんで、距離計が使って OK だったんで、その松林の中に落ちて、そこから、ピンまで160ヤードの打ち上げっていう残りの距離だったんですけど、ピン方向には松の木が何本かあって、とてもじゃないけどこう狙えない状況みたいな、本来だったらちょっと出してみたいな判断が普通当たり前な状況だったんですけど、何を思ったかですね、その自分からピン方向に、行ってですね、7、8メートルぐらいのところに木が、まず松の木があって、でその高さでいうと4、5メーターくらいのところに、地面から4、5メーターくらいのところにこのくらいのスペースがあったわけですね。1メートルちょっとくらい、いやここを打ってったらピン狙えるんじゃないってなんかね思っちゃったんですよね。でそれで160の打ち上げ狙いは悪くはない、つま先上がりだけど悪くはないっていう感じで、残り160ヤードから7番円でですね短く持ってもうピン狙っちゃうわけですね。いきなり3ホール目から一か八かのショットをもうやり始めるっていうね、今思ってはちょっとどうしたみたいな感じなんですけど、それが打ったらですね、こうこの間をですねこう見事にうまく抜けるっていうスーパーショットを打てたわけですね。で同伴者の方にもよくあそこ抜けたねみたいな、もうベタピンじゃないみたいな話をしながらグリーンに行ったんですけど、でいざグリーンに行ったらですねボールがないわけですね。手前でもないことは確かで、もちろんカップにも入ってないっていう状況だったんで、奥のラフを探しますと。でも奥のラフもないし、そのまた奥だとちょっとカート道があってですね、そこに生垣があって、次その下は隣のホールっていうね、5メーターくらい下ったところ、次のホールのねティーグラウンドがあるんですけど、その生垣のところを探したりして、でもボールがないと。1分くらい探しましたかね最初で。そしたら同伴者の方が、ボールあったよっていう、その下に指をさして、次のホールのその生垣を越えたちょっと下がったところに、
黄色いボールを見つけてくださったんですね。自分その時ブリヂストンの黄色いボールを使ってたので、で私はそのカート道をとことこちょっとこう遠回りするようにして下ってって、いざこう素振りしてボールを打とうと思ったんですけど、そのボールがね違うボールだったんですよ。スリクソンの黄色いボールだったんですね。打つ直前に気づいて、あ違うってなって、もう1分ちょっと探してるんで、そっからまたボール探さなきゃいけないみたいな、結構焦ってですね、ちょっとボール違いましたみたいなことを言って、まあ、すぐ探したわけですね。でみんなはその私からすると上の段っていうそのグリーンがもうこう上なんで突き抜けて次のホールのとこまで自分は来てしまってるんで、その上の高いところに皆さんいて、まあ、上の生垣のらへんを探してくださってるわけですね。で私は引き続きその次のホールのティーグラウンドの周辺を探して、5,6 メートル離れたところにねまた黄色いボールあって、あったと思っていましたって言ったら、それも違うっていう、こんな時に限ってなんでそんな黄色いボールがいっぱいあるんだっていうねことなんですけど、まあ、それも違うということで、もう一回まあ自分上に戻ったりとか、もう一回下を探したりとか何度か探したんですけど、で上の人たちには、いや黄色いボールあったんですけど違ったんですよって言ったりして、まあ、結果3分というね、今年からルールが変わって3分経ってなければもうロスト扱いっていうことで、もう3分時間が経ってしまってですね、まあ、結局、ロストということで、まあ試合じゃなければですね、こうグリーンの近くから2ペナでね、じゃ あのこの辺から行きますみたいなことでもちろんいいんですけど、あの試合はですね打ち直さないといけないので、この7番と8番を持ってですね、こう先ほどスーパーショットを打った松林の中にですね、こう走って戻るわけですね。しかもその次の組はもうセカンドショット地点で待っていると、そんな中自分は走ってその組に向かってこう走って戻っていってですね、あの女も戻ってきたぞみたいな、そういうこうリアクションされながら、松林の中から、まあ、先ほど7番やんで、まあ、おそらくフライヤーしたっていう感触があったんで、まあ、オーバーしてどっかね見えないところに行っちゃったんだなっていうことだったんで、8番やんで、またまたここを狙うわけですね。第4打目をですね8番やんで打ったんですけど、まあ、8番打ったそのショットはちょっとハーフトップしたんですよ。でそしたらこの隙間があった、これ木ですね、これ木、この隙間があったこの下の部分の木にぶち当たってですね、コースと反対方向に吹っ飛んでいくっていうボールが、それがシシドヒルズカントリークラブの東コース私回ってたんですけど、西コースの方に吹っ飛んでいくっていう道路をまたいで、でまあ OB になったわけですね。で OB のその悲しみに浸ってる間もなくですね、そもそもボールがないっていう、予備で持ってたポケットにあったボールを使って、そこからその第4打目打ったんで、そのボールがないんで、もう走ってその道路を越えて、西コースに突入してですね、こう走ってボールを探しに行くわけですね。でなんとかあってよかったんですけど、それなかったらまたカートまでダッシュで戻んなきゃいけないってゾッとするんですけど、でこれ第6打目ですね、もう一回打ち直しがですね、もうその時にはもうやっちゃってるんで、もうただでさえやっちゃってるんで、もう一回もうやるしかないんですよ、ここを狙うっていう。でその第6打目はめちゃくちゃうまくいくっていう、なぜか、自分でも今思えば3回打ってよく2回あそここの木の間を行ったなっていうくらい、10回2回行けばいいかなくらいの、まあ、確率なくらいのところをですね3回中2回成功させるという、まあ、ミラクル、それはそれでミラクルなんですけど、まあ、それがベタピンに、ついたわけですよ。4メートルぐらいかな、ベタピンではないですけど4メートルぐらい、その160ヤードの打ち上げから4メートルしたらもうスーパーショットなんですけど、でその待たせていた後続の組がね、いましたので、すいませんでしたみたいな、時間かかってすいませんでしたって一言言ったんですけど、そしたら後続の組の人が4打目でバーンって隣の西コースに飛んでたボールが、あれって OB じゃないんじゃないですかって一言ポンって言われたんですよ。でその時私フリーズしまして、えってなるわけじゃないですか。でそれもし OB じゃなかったら、自分はその5所からのプレーでもう一回ペナルティを払って、そのじゃあ西コースから自分は打たなきゃいけないのかみたいな、ちょっとこうフリーズして、でも OB 区あるんですよ、ちゃんと OB 区あるけど、その道路の向こう側行ったら OB じゃないんじゃないみたいなことをパッと言われて、いやでもそんなはずはないんで、もちろんそんなはずなかったんですけど、そう恐ろしい悪魔の一言をですね言われて、なんかこうフリーズするっていう、いやすいませんもう大丈夫ですみたいな、もう逃げるようにですね、もう早く走ってグリーンに向かって、まあ、第7打目のトリプルボギーパット4メーター打って入らずに、ダブルパーというね、まあ、ケリーさんに確認したらちゃんとあっちは OB ですっていうことだったんで、
もちろん大丈夫だったんですけど、でそんで私がホールアウトした時にはもう皆さん次のホールにね、同伴者の人は次のホール行ってティーグラウンドからもうティーショット打ってる状況だったんで、時間がねあまりにかかってしまったので、ティーショット打ってる中私はそのバックティーに向かうわけなんですが、その時にねレギュラーティー、そのね次のホールのレギュラーティーのところに黄色いボールが真ん中にポツンと置いてあってですね、それティーショット自分が打った後にレギュラーティーの真ん中のボールポツンって落ちたのを確認したら、これ自分のボールだったんですよ。しかもそのボールは最初の1球目あったと思って違いましたって言ってる、そのすぐこの背中側にあるみたいな、5メートル10メートルくらいこう後ろにあってですね、で同伴者の人は下に来てまで一緒に探してなくて上からまあ見てたんで、自分が違いましたって言ったボールがそのティーグラウンドにあるボールが違いましたって言ってるみたいな、こういろんなこう勘違いもあり、そのボールは結局見つからず、本来であればそのティーグラウンドからだったらグリーンに乗せられてね、こうボギーがダブくらいで済んでたはずなんですけども、まあそういういろんなことが重なりですね、ダブルパイになるっていう事件が起きまして、まあそれでも前半39でまあ耐えたんですけどね。で後半はスループレーでそのまま1番ホールアウトの1番のパー5に向かえたわけですが、まあここのホールがまあこのしばらく私が忘れないだろうなっていうね、まあ、ゴルフがいかにこうメンタルスポーツかっていうようなことをまあ実感した、まあ、改めて実感したホールなんですけど、まあ、その前半39ダブルパーから39だったとはいえですね、その残りのホールは結構なピンチもあったわけですね、まあ、ボギーを打ちそうなピンチがいくつかあって、まあ、結構もうメンタルすり減ってるわけですよ、精神的にも疲労してるみたいな状況の中で、その後半の出だしがパー5だったんですけど、パー5っていうと自分の中でやっぱりバーディーが取れたらいいなっていう、 50% ぐらいはバーディー取りたいなっていうふうに思っていて、ティーショットをですね左のラフに曲げて、コースは左に緩やかに曲がっているので、左のラフに曲げてしまうとこれはもうセカンドショットアイアンで刻むしかないんですね、突き抜けると OB になっちゃうんで、なのでこれ本来は8番とか7番で刻むべきところをユーティリティというね長いクラブを持ってこうフックかけて少しでもグリーンの近くに行って、この疲労したメンタルがバーディー取ることによって少しでも楽になるからバーディーを取りたいっていうね、まあ、そういう気持ちになっちゃっていたわけですね。でそこで冷静な判断ができず、ユーティリティで打ったボールはフライヤーしてサイドスピンもかからずに、曲がらずまっすぐ林の方向に突き抜けていって、OB になるっていうね。でそれが4年前もですね、同じその東コースシシドヒルズの会場でティーチングプロ選手権二次予選やったんですけど、その時はまあギリギリで予選通過したんですけど、その時もそこで OB をやってるってことを思い出したんですよ。その時に、いや4年前もこれ同じことやってるなっていう、さらにその思い出すことによってもう精神的またこの、メンタルがすり減ってる、なんかもうとどめを刺されるみたいなね。ただでさえダブルボギーでやっちまったっていう、もう OB にぶち込んでやっちまったっていう、もうほぼノックアウト状態のところに4年前も同じことをやってるよっていう、こうささやかれて頭の中で、まあ、それでもうテクニカルノックアウトみたいなね感じで、後半はもうグダグダになってしまって、最後トリプルボギーフィニッシュで44打つっていう、最終的に83というスコアになったんですけど、まあ、やはりこのメンタルスポーツだなと思ったのは、その前半の、まあ、いろんなことが起きて、まあ、こう精神的に辛い中、バーディーが欲しいと思ってしまったみたいな、その感情にね流されて、本来だったらパーをね、この後半を重ねていけば全然そのトータルまだ4オーバーだったんで、2日目の前半が終わった時点では最終的に5オーバーまでカットラインが、予選カットラインがあって、まあ、自分も4オーバーは大丈夫だと思ってたんですよね。まだ大丈夫だと思ってたんですけど、楽になりたいってそっちのこう気持ちの方が強くなってしまってですね、こうバーディーを取りに行って難しい状況からなんかユーティリティを持ってしまったという、まあ、そこが一番やはりその悔しいし、まあ、非常に勉強になったというゴルフという、まあ、スポーツの奥深さ難しさをね感じたという、シーンだったんですけど、まあ、なんであそこでねアイアンに刻めなかったんだっていう、刻んだからって言ってね、その後予選通過してたかどうかはまあもちろん分かんないし、その時点でも結構精神的にメンタルやられてるんで、でもその時にそういうパーでいいんだっていうマインドをしっかり持っていれば、分かっていればですね、もしかしたらまあ1日目はそっちアウトコース34で回ってるんでね、パープレーで回るのはそんなに難しくないというふうな自分の中で思っているんですけど、まあそういう追い込まれた状況でやはりその自分の弱さ、難しさね、ゴルフの難しさを痛感したなっていう、まあ、ティーチングプロ選手権二次予選だったということで、ということで、結局話はですね長くなってしまいましたが、こんな感じで今日はオフモードですね、喋らせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。